構想された大ゲルマン帝国の領域大ゲルマン帝国は第二次世界大戦中にナチスドイツがヨーロッパに構築しようとして構想した国家概念。ドイツ民族を指導的立場としたゲルマン諸民族による広大な領域を持つ国家構想である。大ドイツ帝国とも呼ばれる。ドイツ語のライヒはもともと帝国を意味するが、ドイツ革命以降は大きな領域を持つ国家として使用されるようになった。アドルフ・ヒトラーは我が闘争の中でドイツ国民のゲルマン帝国と述べている。しかし、ヒトラー自身がゲルマン帝国について言及したことは少なく、1920年から1924年にかけては2回のみであり、いずれもドイツ国民を冠した形であった。また、アルベルト・シュペーアの回想録、第三帝国の神殿にて、ナチス軍受将の証言によれば、ヒトラーは、ゲルマン民族のテウトネス帝国とも称していた。ヒトラーは、ゲルマンという語を、反ユダヤ主義、反キリスト教的な意味合いを込めて使用していたと指摘されている。また1940年4月の北欧侵攻に際しては、今日この日から大ゲルマン帝国が成立するであろうと述べたが、これは北欧諸国占領という状況から連想されたもので、イデオロギー色は薄いとされている。また、ヒトラー自身はアーリア人の血を重視していたが、文化的な面ではゲルマン人をむしろ否定的に見ていた。大ゲルマン帝国の概念をしばしば語ったのが、ドイツ民族性強化国会員として、第二次世界大戦期における人種政策の責任者である、親衛隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラーである。ヒムラーが最初にゲルマン帝国に言及した1938年11月8日の親衛隊幹部に対する演説では、ドイツの行く末は大ゲルマン帝国の建設か、無かしかないと述べ、ヒトラーがグロッセゲルマニッシュズインペリウムすなわち、グロッセゲルマニッシュズライヒを創造するであろうと語っている。また、1942年9月16日の演説では、第二次世界大戦と呼ばれるであろう。戦争の意義は、大ゲルマン帝国の成立であろうと述べている。彼の構想の大ゲルマン帝国は、大ドイツ帝国とは異なり、ドイツ民族だけではなく、ドイツ民族と種の類似した諸民族をも包摂し、ドイツ民族がその主導権を握るというものであった。ヒムラーはヒトラーと異なり、先史時代のゲルマン時代を同型の思いで見ていた。こうしたこともあって、武装親衛隊にはゲルマン系諸民族の部隊が多く創設された。また、オランダの総督であったアルトゥル、ザイスイコールインクバルトも、ゲルマン民族によるライヒ創設の支持者であった。これらの名前は中世の神聖ローマ帝国に由来するとみられ、神聖ローマ帝国はナチス主観では第一帝国とみられており、第三帝国を自称するナチスドイツの先駆と捉えていた。しかしまた、ヒトラーはフランク王国国王だったカール大帝の権力組織や文化的創造性を称賛する一方で、神聖ローマ帝国が東方政策を追求しなかったことを批判した。アンシュルス後、ヒトラーは神聖ローマ帝国のレガリアである、帝国宝物、すなわち、帝国宝冠、帝国宝剣、ロタールの十字架、聖槍などをウィーンから、1424年から1796年まで、レガリアが安置されていた、ニュルンベルクまで移管するよう要求している。ニュルンベルクは神聖ローマ帝国の非公式の首都であったのみならず、ナチ党党大会の開催場所でもあったため、こうしたレガリア遺憾によってヒトラーは、ウィーンでなく、ドイツこそが神聖ローマ帝国の政党の後継者であることを示す意図を持っていた。1939年のチェコスロバキア併合以降、ヒトラーは神聖ローマ帝国復活を宣言した。またヨーゼフ・ゲッベルス国民啓蒙宣伝大臣は1939年11月17日の日記に歴史の清算こそがナチの最終目標と書いている。大ドイツ帝国の領域については当時の戦局や国際関係に応じて変化し、例えばソ連とのポーランド分割交渉の際には、ソ連領域は含まれず、代わりに、スカンディナビアやネーデルラントのゲルマン人を帝国に組み込む方向で考えた。この反ゲルマン主義的な帝国は、当初ヨーロッパのゲルマン系諸民族すべてを併合するとして構想された。領域は、旧ドイツ帝国、オランダ、フランドル、ベルギー、ルクセンブルク、デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、アイスランド、スイス、リヒテンシュタインを含んだ。アングロサクソン、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国は、ゲルマン領域に含まれなかったが、ゲルマン帝国の海上同盟国家とみなされていた。とはいえ、南チロルも、住民の半分がドイツ語圏であったが、1943年までは、イタリアの主権が認められていたため除外されていた。フランスとの国境については神聖ローマ帝国初期の状態を復帰するとされ、すなわち、ワロン地域、スイスロマンド、フランス北部、東部の広範囲の地域も、領土として構想された。またナチズムの東方生存権政策では、これらゲルマン系諸民族を、ポーランド、ウクライナなどに植民することで、ウラル山脈に至る領域を確保することが構想された。原住民であるポーランド人やロシア系住民は追放し、ウラル山脈の東部に移住させることが前提となっている。ナチズムの人種イデオロギーは、ヨーロッパのゲルマン民族は人種的に卓越した北方人種の血が濃い存在であると考えられていた。北方人種は文明社会の真の保持者であるアーリア民族の末裔であるとされた。しかし、ゲルマン民族は人種的な誇りを失っているとみなされた。ヒトラーはゲルマン人の祖先を古代ギリシア人や古代ローマ人とみなし、また純粋な民族国家であるスパルタを称賛するラコノフィリアを推進した。6000人のスパルタ軍によって35万人の兵路隊を鎮圧し制御していたことこそが、スパルタ人の人種的な思考性を表すものである。スパルタは、最初の人種国家だったのだ。また、ヒトラーの考える、ゲルマン性は、単に、エスニック、文化的、言語集団的なものでなく、科学、生物学的な人種主義なもので、アーリア民族の敵から救出されるべき、ゲルマンの地を意味し、ドイツは、こうしたゲルマン性を他のどの国よりも保有していると主張した。ゲルマンの地が世界中にあるとしても、その中で良い場所を選ぶべきだ。ゲルマン帝国がそうした場所であることに異論を挟むことはできない。アドルフ・ヒトラー、ナチズムによれば、非ゲルマン系民族であるフランス人、ポーランド人、ワロン人、チェコ人、スラブ人などにもゲルマンの高貴な血が混血しており、それは、アリストクラシーを祝典や農耕民族であることからも言える。こうした失われたゲルマン的要素を回復するために民族転換が必要で、ゲルマン化によってゲルマン族の祖先を意識することができるようになるとされた。もし回復が不可能である場合、ゲルマン系の個人は別の血統を至高のものとするアーリア人の敵から否定されることになる。また、敵国に一人優秀なゲルマン人が存在すれば敵国に有利になるが、それをドイツに連れ帰ればその分だけドイツが有利になると考えられた。こうした観点からナチスは占領地においてドイツ兵と現地女性の間に生まれた子供や金髪で青い目を持つなどのゲルマン民族の血が濃いとされた子供を誘拐し本国に連れ帰っている。ありがとうございます。